はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9-2020続きやっていきましょう。9月の1週からと、9度スペシャル引き継ぎなしでやってます。で、今週がね、バラ三冠とかね、引退させました。まあ、年末まで残してもよかったんですが、まあ、引退で。東証2世がレースですね。はい、行きましょう。まあ、東証2世はね、ちょっとね、正直期待できないっすよね。まあ、スイープ東証の子でね、残したいなっていうだけで、ちょっと走らせたいなっていうだけでね。厳しいね。この辺、いい走りしてくれればね、まあ、ビクトアルピサに勝てないにしてもね、はい、OK。さあ、ビューティーマイルが戻ってきた。ビューティーマイルはね、こいつ期待できますからね。はい、今こんな感じ。G1 ね、一つ取ってます。で、次が一応10月を2周にしてるんですが、あ、2周やめるか。2周やめて、3周使って、3周使ってさらに4周いや5周かな。いや、どうすかな。ちょっと待てよ。4周使ってさらにこっち使ってもいいな。 2000m までいける。いや、こうかな。こうすかね。で、国内に戻ってくると。まあ、それで、いきますか。アサヒ杯と、ホープフル、使う。ちょっときついですけどね。うん、まあ、これで、いきましょうか。ちょっとハードなんですけどね。頑張ってもらおう。で、ローズキングダム OK ね。で、東証日生。はい、それじゃあネクスト。さあ、そしてローズキングダム OK、出走確定と。根幹距離持ってるので、まあ、ここ得意ってわけじゃないですけどね。はい、1800なので、まあ、ただね、いけるでしょ。OK、大事そう。ここ買って、その後は2000か2400で使ってきます。立つよね。よし、上がってきてますね。大丈夫ね。よし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 。先頭は依然としてローズキングダム、ペルーサ必死に追う。いや、ローズキングダムはさ、大事。マジ？粘ってくれ。粘れよ。よし、OKOKOK。あぶね。いや、ただここね、取ってくれたのでかいですね。よし、ここは勝ちと。グッとくるね。グッとくる感じか。さあ、東証2世と丸がいつまでも。そして、キングレッドが出走。キングレッドは投資やね。まずはキングレッド使うか。投資。使います。これで大丈夫ですね。キングレッドはこれで OK。あとは、ローズキングダム。あ、それで大丈夫ですね。はい、根幹距離 OKOK。で、一つ絆使える。どうしようかな。育成しよう。まあ、ディスコですね。ディスコをちょっと鍛えていきたい。はい、それじゃあネクスト。さあ、丸がいつまでも。どう。アパパネが一番人気。まあ、ちょっと厳しいかな。あ、厳しいですね。4着か。で、キングレッド一番人気。まあ、これダイジェストで。
まあここ勝ってね、菊花賞向かいましょう。コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ大丈夫かな、外も来てるんですが大丈夫でしょう。手応えもいい、キングレッド手応えは悪くありません。前を捉えられるか、あと200メートル。まあキングレッドも結構ね安定してますよね。やってきた、キングレッド抜けた。よし大丈夫ね、オッケー勝ちそう、強いですね。2着にはどうやらセウンワンダー、これが G1 番。菊花賞使ってその後ちょっと休ませて有馬記念いきますか。キングレッドはオッケー、ここ勝ちと、でかい。はい、いきます。もちろん三冠目指していきましょう。オッケー、赤字。さあ、そしていろいろいますね。アルボラダート、そしてバラ再び、ミネルヴァ流れ星。ただこの辺はちょっと厳しいかな。マルガイ3億やってくれるかもしれない。ディスコダートは、まあ、最近絶好調と。まあ、いい感じにね、頑張ってますよね。あ、そうでしたね。忘れた。女の子か。もう任せよ、じゃあ。一発で。一発で決める。じゃあ、それで。はい。10月1週、OK。ネクストでいいかな。まあ、ネクストでいいですね。はい。ネクストで。さあ、海外のレース、アルボラダート、ちょっと厳しいね。厳しいですね。で、バラ再びも厳しいよね。で、さらにミネルヴァ流れ星も厳しいか。厳しいね。で、ディスコダートは厳しくないやろ。あ、2着。お、マルガイ3億。いけるかもしれないですね。ここ勝ったらでかいですよね。4コーナーをカーブして、どう ?3 億は?オークジュリエ先頭、しかし悪くない悪くないぞ、これは。残り 200m、 一気に後続がやってきた。あー厳しいか。でもいやー厳しいね。やっぱ甘くねえか。1着、2着にはどうやらアンドレラレディ、これが地方の実力だ。アツリダワレツ、ここ取ったら嬉しかったですけどね。はい、了解。さあ、そして10月の2週。ダート・ザ・パールとキング・ア・ボルタージか。ビクト・アルピサー。まあ、一回戦ってみる。まあ、一回戦ってみますか。OK。3億、あ、次ちょっと待てよ。3億か。3億ね。疲労は大丈夫なら1800登録しようよ。ダート・ザ・パール、ダート・ザ・パール、ダートザパールか。1500から2300、ダートザパールいいや。これちょっと休ますよ。はい、これいきます。さあ、 OK ですね。ダートザパール投資使っとくか。一つ使いますか。うん、使おう。まあ、あとはレッドに使うっていう感じですかね。はい、それじゃあネクスト。さあ、ダート・ザ・パール出走、4番人気。ちょっと厳しいね。うん、きついですね。さあ、そして来たよ。お、人気あるね。これビクトアルピサとそこそこやれれば期待できますけどね。
さあ、いよいよ直線の攻防、大和ハルコ。どうだ。いや、微妙やな、これ。外は来てますね。突き放しにかかります。大和ハルコ、2番手。ここはもうビクトアルピサが勝つ。そして、何着に入れるか。掲示板も厳しいか。厳しいですね。そうか。見事やね。強いですね。さすが。さあ、ロゼカラーゴールドが出走。そしてビューティーマイル。ビューティーマイルもね、まあ、そこそこ期待できる。ロゼカラーゴールドって登録なんかしとったかな。次してないね。してないよね。1600から2100。エリザベスちょっと厳しいか。1600から2100か。行くか。よし。そしてマイルチャンピオン使います。使って、でもう一つラスト2000でいこうかな。はい、これでいきます。あとは大丈夫ですかね。オッケー、大丈夫。あとはまあキングレッドの走りか、まあ、楽しみするだけですね。はい、それじゃあネクスト。さあ、ビューティーマイル出走。ここ1番人気。さあ、G1 2勝目なるか。さあ、グッと来そうやね、これ。さあ、いけるね、これは。さあ、ただ外から来てると。粘れよ、ビューティーマイル。粘れ。ビューティーマイル、よし。強いっすね。ソサエティロック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ビューティーマイル、まさしく。いや、この2歳海外 G はね、嬉しいっすね。 OK、 2勝目でかい。まあ、海外使ってきます。さあ、そしてロゼカラーゴールドメンバー、まあ大丈夫じゃないですか、これは。じゃあネクストで。よし、オッケー、勝った。エリザベスは行かないです。今年のエリザベスって結構厳しいですよね。さあ、キングレッド、オッケー、投手オッケー、騎手オッケー、調子オッケー。投手日生も騎手オッケー、バラフタタミも騎手オッケーと。はい、ビューティーマイルね。さあ、自家製3番でね、3冠なるか。キングレッドが出走。頑張ってほしいですね。とりあえず絆を使いますか。スタミナ、はい、これでいきましょう。で、あとはね、あとは OK かな。あとは育成にもやっぱ使っていきたいんですよね。ディスコ、使っていきます。とりあえずディスコを鍛えよう。よし、これで準備 OK。 丸がいつまでもちょっと厳しいね、これ。休もうよ。はい、ですかね。ロゼカラーゴールド OK ですね。じゃあ行きましょう。はい、それじゃあネクスト。さあ、バラ再びが出走。1番人気、
5着。さあ東証二世、ここはいけるか。お、勝ったと。よしよしよし。さあ、キングレッド出走ですね。まあせっかくなんでレースでいきますか。はい、まあ私立もね多いんですが、まあ、頑張ってくれたらなと。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のロジユニバース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな手遅れはありませんでした。まずは先行争い。何がいきましょう。さあ頑張ってくれよ。前に行きそうです。ジョージムーン、それに続いています。さらにはリーチザクラウン、12番スリー。まあいい走りはしてくれるキングレッドは。キープしています。キングレッド、その隣にレイキングテサオ、その外からブルーススムース、その後ろにプロフトとはブリュープライド、そのうちに続いています。その外にハッピーサタン、並んで足毛の馬体、アプレザンレーブ、ヒンドスパーダ、それに続きます。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ20馬身。これは縦長の展開です。オレンジの帽子、セイウンワンダー。いやここ頑張ってほしいですね。続くのがセイクリッドバレー、並んで13番。あーまあゾーンの子ですからね。並んで14番、ワンソーサブレ、しんがりからブレイクランアウト。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。5番リーチザクラウン。さあリーチザクラウンがね引っ張ってますね。中間点を通過、2馬身から3馬身のリード、間が空いてロジユニバース、並んで12番スリーロールス。大きく離れました。ケーキングテサオ、1番人気のケーキングテサオ現在先端に取り付いています。その外にハッピーサタン、まあ定位じゃないですか、いつもの位置ですね。スムース、すぐ隣にプロフトとは、内からはジョージムーン。京都競馬場3コーナー。さあコーナーでね、もうグッと上がってきてるかどうか。まあそこで大体わかりますよね。ロジユニバース、3番手キングレッド、この位置から届くのか。後続者、いや届くやろ、大丈夫大丈夫。さあ先頭はリーチザクラウン、前に怖いやつはいない、いける。その隣からはロジユニバース、離れてケーキングテサオ、プロフトとは続いています。キングレッド後位を追走。さあキングレッド来てますかね。さあ決着をつける時だ。さあ来てますね、キングレッド来てると。後続もやってくる。いやこれはねキングレッド来てるよ。いやただ外が怖い。粘れキングレッド、根性。よし、オッケー、勝ちました。よしよしよし、取ったぞ。自家生産までとりあえずね三冠来ました。オッケー、キングレッドよくやった。これは嬉しいですね。しかもねこれアマゾンとキングロゼからの子なんですよね。いやこれが最高じゃないですか。いやシーキングザパールとなんか誰かの子みたいなさ、まあ、これは結構達成しやすいじゃないですか。これ嬉しいね。よし、キングレッドいいね。まだゆっくり休んで、有馬向かって、でいいんじゃないですか、今年はね。さあ、いろいろいますよ。いろいろ登録します。ロゼカラーゴールド。ただね、ビューティーマイルは結構期待できると思うんですけどね。この辺はちょっと厳しい。で、ディスコだとね、取ってくれるかもしれないですね、これ。で、マルガイ3億、もしかしたら、いけるかもしれない。うん、嬉しいわ。さあ三冠制覇。はい、次はね有馬記念いきましょう。一応能力はねこんな感じです。まあ安定してますよねキングレッドは。よし、いいね。
まあ、よく言えばね、キリないんですけどね。まあ、スピードはもうちょい、まあ、欲しいなと。まあ、ゆっくり休んで、まあ、慌てる必要ないよね。ありまでいいよね。海外一戦入れとく。2400。バラ再びか。で、ロゼカラーゴールド。バラ再びはもう厳しいよね。よし、これでいきましょうよ。で、いや、やめよう。3周休んで、それでもいいか。3周休んで、あ、そうやね。海外、いや、海外なんでやめときましょう。これ、有馬集中でいこう。4周休みます。さあ、そして、ネックストやね。はい、それじゃあネクストで。バラ再びも今年引退やね。さあ、ロゼカラーゴールド。どう？おー、惜しい。3着。さあ、ビューティーマイル。これは期待できる。さあ、ここ取れるとでかいが。さあ、グッと来るか？抜けてこれないと。いやー、厳しかったですね。ただ海外のね、まあ、ちょっと3冠狙ってきたいですね。マイル3冠ね、狙っていきましょう。はい、そしてミネルヴァ流れ星は厳しいね。3着でバラ再び厳しいですね。アルボラだとも厳しいよね。はい、3億まあまあ人気ありますよ。これ、ここ取れたらもう完璧なんですけどね。さあどうだ。さあ外切ってるか。踏ん張ってほしいね。さあ捕まってしまうと。まあこんなもんですよね。スピードがちょっと足んないんですよね。他はね結構成長してるんですけどね。さあ、ディスコダートが出走、頑張ってほしいね。じゃ距離適正は1400から1500なんですが、まあ、ここもいける。さあ、ディスコダート上がってきてるが、させるか。厳しいか。いけるか。惜しいですね。いやー、惜しかったね、今のね。強いね、でも、ディスコダート。じゃ結構ね、能力も好きなんですよね、ディスコダートの能力。さあ、そして11月東証2世が出走。ただこの後ちょっと休みたいですね。東証2世丸貝3億。お、いいよ、よし、任せるわ。ね、シーキングザマイルもどうですかね。まあ、このあと、アパパネね、はい、OK、登録して、もう一頭、東証2世も行かせようか。一周休んで、はい、これでいきます。さあ、あとは OK かな、11月1周。アルボラシャトル、近づいてますね。これ結構期待してるんでね、頑張ってほしい。いや、それはね、厳しい。あ、ディスコダートの能力はこんな感じです。ちょっと距離的に厳しいですね。
まあ1400走ろうよ、得意距離で。あとは1200も行くか。まあ1200も行きますか。これで OK。 じゃあちょっと一周出して、はい、それじゃあネクストと。さあ東証2世が出走、ここは4番人気4着ぼちぼちって感じだね。ぼちぼちがちょっときつめのきつめのね。さあビューティーマイルが出走、そして、キングはボルタージ、まあ、ここ頑張ってほしい。いけるかな。そうやね、頑張ってほしいね。 OK ネクストで。さあビューティーマイル出走、1番人気 2000m は初ですね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあここからギアチェンして、グッドは来てない。ぼちぼち走ってる、ぼちぼち来てないですね。なんとか5着入れ。6、6、7。8。さあそして、マジここ1番人気か。まあ、メンバー的にはねいけるんじゃないかなと思ったんですけどね。1番人気か、いいね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オリーブジェット、さあただ来てないっすね。後続との差が縮まってきました。来てなかったよね。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 先頭は依然としてオリーブジェット。あ苦しいなこれ。半袖バンド迫る、半袖バンドかわす、半袖バンド4着、半袖バンド1着、2着にはどうやらオリーブジェット見事に勝ちました。半袖バンドキングアボルダージ敗れました。これは掲示板までです。OK 今年の2歳どうすかね。ビューティーマイルはまあ期待できるとして、さあアルボラシャトル、新馬戦でロゼカラーゴールドとミネルヴァ流れ星が激突。ロゼカラーゴールドの能力こんな感じで、ミネルヴァ流れ星がこんな感じです。はい行きましょう。さあマイルチャンピオンシップ、ハーフのスナイパー二段エンジン。いやここ頑張ってほしいな。ただミネルヴァ流れ星のスナイパー、まあ、早熟で、まあ、ちょっともう厳しい感じは出てますよね。絆3つどうすかな。流れ星なんかあったかな。あるね、一つ使っとこうか。あと2つは育成に使いたいよね。キングディスコ、グループ育成、フランケルト、よしこれで OK ですかね。いやー楽しみやな、キングディスコ。でもちろんフランケルもね楽しみですね。ネクスト。さあ、アルボラシャトルがデビュー、まあ期待馬ですね。このアルボラにね一番使ったんですよ、その絆を。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アルボラシャトル先頭、期待してます。残り 200m、 後続を完全に引き離したアルボラシャトル先頭です。よし、ここはぶっちぎっていく。2番手はストライプシェイド、アルボラシャトル1着、はい勝ちましたね。よしよし、1着、2着はストライプシェイド、これは桁外れの強さだアルボラシャトル。さあちょっと話を聞いて、 OK ロゼカラゴールドと、ミネルヴァ流れ星1番2番人気といいですね。
まあメンバー的にはね、いける。いける。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ロゼカラーゴールド、いけるやろ。2馬身から3馬身のリード。さあロゼカラーゴールド強いよ。ここもロゼカラーゴールド後続を大きく引き離しました。よし、いいですね。勝ちましたね。オッケー、ロゼカラーゴールド勝利。ロゼカラーゴールド1着、2着はパリダット。これが世界を制した実力だ、ロゼカラーゴールド。まあ、スピード S ですからね。うん、ミネルヴァ流れ星はちょっと厳しいな。もう勢いないって多分ね、言われるんじゃないですかね、これ。ああ、そうやね。で、シーキングザマイルとローズキングダムが激突。まあ、これそのまま行きましょう。ちょっと戦わせたいですね。シーキングザマイルは超大物です。で、ローズキングダム。オッケー。あ、ちょ待ってよ、シーキングザマイル走れる距離的に。ちょっと長いかもしれないですね。シーキングザマイル、あ、大丈夫か。1200から2300か。 OKOK、 全然大丈夫でしたね。絆、絆はね、育成ですね。ディスコ、ディスコにまあぶっこんでいく。そしてバラ再びも引退で、うん、まあこれちょっともう引退させちゃいます。はい、引退です。バラ再び引退で、ミネルヴァ流れ星、これももう引退ですね。はい、もうこれ引退させちゃいます。引退、残りはこんな感じ。ただアルボラダートも引退か、ちょっと苦しいよね。で、ダートザパール、そしてシーキングザマイル、ロゼカラーゴールドがね、まあ調子いいっすね。頑張ってくれてると。G13 勝目。あとはディスコだとビューティーマイル。OK、ビューティーマイルね。まあホープフルいきますかね。はい、ということで、まあ、今回はね、ここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。